皆さんこんにちは、大地です。今日クラスでね、久しぶりに、3週間後の詩っていうワークをみんなでやってみたんですね。で、まあ、3週間後の詩っていうのはコンセプトは簡単で、今から3週間後に自分は突然死んじゃいますと。まあほら、皆さんちょっと想像してください。今日から3週間後ね、まあ、別に3週間じゃなくても1ヶ月でもいいんだけど、3週間後に自分は死んじゃいますと。で、ほらこれから3週間スケジュール見たらね、自分の予定が書いてあるじゃないですか。で、それやりますと。ずっと3週間もね、やりますと。で、やったら突然自分の人生終わっちゃいますと。まあ、なんかで突然死して。で、死んじゃったと。で、死んじゃってからこの3週間を見直すと。そしたら、なんか、3週間前に、ね、あと3週間しか命ないって分かってたら、なんか、この3週間やったこと違ったんじゃないかなっていうことを、その思考実験としてね、考えてみるっていうことなわけです。だから3週間後突然死しちゃうと。3週間後から見て、うわこれ3週間前に分かってたら3週間違う生き方したのにな、じゃあどういう生き方したっていうのをすげえ真剣に考えてみるってことなんですよ。で、リアルにね、ちょっとシミュレーションしてみました、みんなで。そうするとね、結構ね、いろいろ出てくるね。あ、今決めてる予定なんか一切やらないっていう人もいるし、極端な例はね。で、逆に極端な例は、うおー、もう今のこれやりきりますと、3週間決めてることっていう人もいる。で、大体の人はその間にいるのね。で、でもその中からね、やっぱり自分がすごくこう、あ、本当はこういうの大切にしなかったんだとかね、あ、最近こういうのちょっと見落としてたなとかね、あ、もういつかでいいと思ってたけどこれやらないって言うまでもやんないなとかね、いっぱいいろんなこと見つかるのね。で、そこから自分の人生で本当に大切なことって、普段意識してること以外何があるだろうってやるとね、やっぱりいっぱい出てくる。で、じゃあもしかね、まあほとんどの場合は3週間以内に死なないんだけど、でもやっぱりそこをやってみて、想像してみて気がついた、これはやっぱり絶対に3週間以内にやりたいなって何とか、3週間以内じゃないけどやっぱり1年以内とかには絶対やりたいなって何とか考えると、またね、人生でやりたいことやること変わってきますから、考えてみる。あのね、普段考えてないね、極端な設定で人生考えてみるっていうのもね、必要ですよ。じゃないと、なんか普段見えてるものの範囲内だけで我々は考えちゃうから。だから逆の思考実験としてはね、あの火の鳥って、あの手塚治虫の漫画わかります？あれにあるね、一瞬あれに出てくる人の中にね、何があっても死なない人っているのね。だもう人類が滅亡しても自分だけ生きちゃうの。で、自殺しようと思っても自殺しきれないの、必ず復活するの。もしそうなっちゃったら自分何するだろうって、死ねないんだよ。で、周りに誰もいなくなっちゃうこともあるの。でも何するんだろうって考えると、そこでね、出てくることありますよ。ああ、もうそうなっちゃったら俺こうやるなと。で、時間なんかいくらでもあるから。で、今能力がないとか時間がないとか関係ないよね。もう何やるんだろうって考えると、ああ俺こういうの好きなんだなとか、本当こういうの望んでんだなとか、完全に制約が外れちゃったらこういう生き方するんだなって気がつくこともあります。時には思考実験してみましょう。今日死ぬとしたら今日どんな生き方するんだろうとかね、もう無限に生きるとしたらどんな生き方になるんだろうと、こう考えてみると、普段のね、このなんとなくこれぐらいあと人生残りがあるかなと思って生きてたりとかってするのとは違うことが出てくることが、そうしながら人生をこう充実させていくね、一つのヒントだと思います。参考まで。